53式ホキヤリは中華人民共和国でライセンス生産されたモシンナガン M1944 である。ロシア帝国で開発されたモシンナガンは武器商人らによって持ち込まれたものがギワダンの乱の頃より中国大陸で使用されており、それまで新軍に配備されていた黒色火薬を用いる小銃と比較し動作がスムーズであったことから、 つらなって落ちる水滴に例えて、水連玉の別称で呼ばれていた。1927年頃の第一次国境合作の際に、ソビエート連邦からの軍事支援として、数万丁の無心なが国民革命軍に提供されており、当時の国民革命軍第七軍司令官であった理想任も、改想録では、第七軍は関東省を通じて、 ソ連製の77後継小銃を船長受け取ったと述べている。これらの小銃は中国共産党及び航軍の討伐を目的とした北伐において重要な装備となったため、移行ソ連は日中戦争の開戦までモシンナガンの供給を中止した。国境内戦での中国共産党の勝利と1950年の朝鮮戦争勃発を経て中国とソ連は モシンナガンを含む複数の兵器を購入するための協定に署名した。その後、中国はソ連から M1944 の生産設備と技術情報の提供を受け、1953年からは M1944 を原型に53式砲機、槍の製造を開始した。配備された53式砲機槍は38式不標準や、 スプリングフィールド M1903、中性式不槍、関陽十8式不やりなど、寄せ集めの雑多な小銃が配備されていた中国、人民解放軍で、その使用小銃の統一に貢献したが、1957年頃からは、後継となる56式半自動不やりによって徐々に代替されていった。それでも1970年代までは、他の旧式小銃と共に、 中国の民兵組織によって運用され続けた。ソ連から提供された M1944 の製造設備をもとに開発されたため、基本的な外見や内部構造は M1944 とほとんど同一であるが、重傷の木質やフロントサイトの大きさ、折りたたみ式スパイクバイオネットの基部の形状、刻印などが異なっている。53式ホキ槍は、 中国国内での運用にとどまらず、東南アジアやアフリカ、中南米の国々にも提供された。ベトナム戦争では、ベトナム人民軍や、南ベトナム解放民族戦線の運用していた53式補キ槍が、アメリカ軍によって旅客されている。グレナダ侵攻では、アメリカ海兵隊が53式補キ槍を発見したと、報告しており、これが事実であるとするなら、 9倍輸出されたものが軍事支援の一環としてクレナダに提供されたものと推測される。また、スターリン批判以後ソ連と対立していたアルバニア人民共和国は1960年代に親アルバニアであった中国から53式ホキアリを輸入しており、一部はコソボ紛争中にコソボ解放軍の手に渡った。ありがとうございます。